私今彼女募集中なんで、ね、去年結婚すると思ってたんだけどできなかったんだよね、自信満々だったのに。だこれはちょっと本気出していかないとまずいなと思って公表します、彼女募集中だって。で言わなかったんで前は、言うといろんな人と会ってさ、その中から一人を選ぶってことになっちゃうじゃん、結婚って一人しかできないから。そしたらさ、選ばれなかった人がさ、え私はダメなんだって思ったら嫌じゃない。だからそういうことをやめさ、たま偶然どっかで会ってすぐ結婚した方がいいなと思ってたのよ、その辺で道端で会った人と。それできなかったんで、あら分かった、デートしてくれる人募集だね、うん、結婚とか関係なし遊んでくれる人募集だね、うん、そういう選ぶとか関係ない、そういうんじゃなくて遊んでくれる人募集で、たまたまなんか恋愛になったらいいじゃん、たまたま、うん、選ぶってのは嫌だね。